はい、こんにちは、川中です。今日は久しぶりに、試してみたシリーズです。コオロギの餌にはコオロギ用のフードを使うのが普通なんですけども、まあいろんな理由で手に入らないっていうことがあるかもしれません。そこでコオロギフードの代わりに与えられる餌はないかということで、動物を飼っている人であれば手に入れやすいであろう3つの餌を使って、でそれで、コオロギの成長にどんな変化があるのかというのを調べてみました。実験の方法はとてもシンプルで、こんな感じで、コオロギを飼育するプラケースを3つ用意しまして、中は水のみと、それからシェルター、ちょっと卵パックがなかったので段ボールですけどもね、段ボールをオープンで隠れ家にして、あとは餌入れを入れておくっていうだけです。与えた3つの餌はそれぞれ熱帯魚の餌と金魚の餌、それからウサギの餌です。でなぜこの3つにしたのかっていうと、タンパク質の量の違いです。ウサギの餌のタンパク質量はメーカーにもよるんですけど、だいたい 16% ぐらい、今回使ったのが 16% ぐらいのものだったんで、まあ、とにかく低タンパクなんですね。で金魚の餌はタンパク質の量が 30% ちょっとで、熱帯魚の餌、これが思ったよりも高タンパクで 50% 弱でした。でちょうどタンパク質の量が3パターンぐらいになったので、タンパク質の量イコール、まあ、成長スピードだと思いますので、それがどう結果に現れるかですね。実験の期間は8月11日から今日が9月の2日なので約20日間、実験を始めるときは、まあ、当たり前ですけど、3つのプラケースには同じ数、同じ重さのコオロギを入れました。で入れた数が40匹で、全部のコオロギの合計の重さが 4g です。精密な機器を使ったわけじゃないので誤差があるかもしれませんが、傾向は出るかと思います。なんでここ一緒ですね。熱帯魚の餌を食べていたコオロギたちは生き残りの数が28匹で、コオロギの合計体重が 10.3g。次に金魚の餌を食べていたコオロギたちは27匹、そして体重が、合計体重が 9g でした。さらにウサギの餌を食べていたコオロギたちは9月2日の時点の生き残りが34匹、そして合計体重が 10.3g でした。これだけだと1匹あたりの成長スピードがわからないので、合計体重を引数で割ってみます。この時点では一番生産率っていうんですかね、生き残りの数が多いのはウサギの餌ということで、1匹あたり熱帯魚の餌を食べているコオロギは 10.3 割ることの28なので、四捨五入してで 0.37g、 これが1匹あたりの重さです。 0.33g、0.3g ですね。こういう結果になりました。なので生き残りの数が一番多かったのはウサギの餌を食べていたコオロギたち で、成長速度が一番速かったのがこの熱帯魚の餌を食べていたコオロギたちという結果になります。でこの結果から、金魚の餌がいい、熱帯魚の餌がいい、ウサギの餌がいいっていうつもりはなくて、考え方だと思うんですね。例えば熱帯魚の餌は、まあ、確かにちょっと死ぬ数は多かったんですけど成長は早いですよね。なのでコオロギを早く育てたい時、小さいサイズでコオロギ飼った時のサイズが小さいから早く大きくしたいっていう時にはいいでしょうし、逆にウサギの餌だったら成長速度はちょっと遅いんだけど、まあ、しっかりと生き残ってるし、成長が遅いっていうのは必ずしも悪いことじゃなくて長持ちするっていうことなので、そういうふうに、そういうケースだとウサギの餌を使うとか、金魚の餌はちょうど中間ぐらいの特徴なので、まあ、登場するケースもあると思うんですよね。でコオロギの餌があればそれを使うに越したことはないという感じなので、結局のところは選択肢です。
一番いいと思うケースにこれを使う。生き物ですから、まあ、毎回毎回必ず同じ結果が出るとは限らないんですけども、さっきも言ったように傾向としては同じような感じになるかと思います。それ以外だとこう画面からは伝わりにくいこととして、匂いですね。これもやっぱり変わってきました。これは熱帯魚の餌を食べていたコオロギ、もちろん中にまだコオロギ残ってます。匂いますね。コオロギ臭さがあります。強いです。食べているものが高タンパクなので排泄物も匂うと。で、反対にこれはウサギの餌を食べていたコオロギです。こっちはね、ほとんど匂わないです。というふうに数字で現れること以外に、こう人間の感覚で感じることにも変化が出てくるということですね。餌の違いで、成長速度を調べる実験っていうのは割とお手軽にできます、まあ、もちろん生き物に負担のない範囲でっていうのはあるんですけども、皆さんももし興味があればやってみてください。今回もウサギの餌、熱帯魚の餌、金魚の餌でやったんですけど、例えばハムスターフードでやったら、ね、どうなのかとか、ドッグフードでやったらどうなのかとか。ドッグフードはあれ肉食動物の餌なんで割と高タンパクと思いきや、タンパク質量って確か 20% 台ぐらい少なめなんですよね。もうちょっと多かったらごめんなさい。ただ脂肪に関しては、脂肪はかなり多く含まれているので、それがコオロギにどんな影響を与えるのかとかね、まあ、想像はどんどん膨らんでいきます。